ニアス島の位置ジャンピングストーン戦士の踊りニアス島は、インドネシアのスマトラ島の西に浮かぶインドネシア領の島。北スマトラ州に属している。ムンターイ海峡でスマトラ島と隔てられ、北西にはシムルー島、南東にはバトゥ諸島が連なる。島は、スマトラ島と同じユーラシアプレート上に位置し、西の澄んだ海溝でオーストラリアプレートが滑り込んでいる。 2004年12月26日のスマトラ沖地震と2005年3月28日のニアス地震によって大被害を受けたことで世界中に名前を知られるようになった。スマトラ島から 140km 西方の海上に位置する北スマトラ州最大の島である。スマトラ島最大の都市目段から飛行機で1時間ほどである。島全体でおよそ70万人の人口を要する。 北部のニアス県には、島の中心県とグヌンシトリがあり、ビナカ空港から車で数十分北上したところに、ある。島唯一の国立病院も、グヌンシトリ市街地の中。市内には、ビエナイなどの銀行も数行もある。南部の南ニアス県には、港湾やビーチリゾートを要する県とテルクダラムがある。ドイツ人によって建設された、ルーカス病院、銀行もある。 大まかに、ニアス島の海洋地形を眺めると、ユーラシアプレートは、島西の澄んだ海溝で、オーストラリアプレートが滑り込んでいる。しかし、ニアス島近海では、プレートは複雑に集局しており、澄んだ海溝は分断されている。バニャック諸島周辺から、ニアス島方向に分岐断層が走り、そのため島東岸は沈降しており、ニアス海盆が形成されている。 島全体は森林に覆われているが、近年、人口、プランテーションの増加により、森林資源の劣化が見受けられる。この島で採れる、里芋科の植物アグラオネマピクタムは、葉の模様に特徴があるものが知られており、愛好家の中では、高値で取引されている。行政区分は、かつて島全体が一つのニアス県であったが、2003年以降、島内はニアス県と、 南ニアス県が設定された。ニアス県32軍2006年、BRR 資料南ニアス県8軍2003年、思工時給経済が中心であったが、近年、人口の増加、商品作物栽培の増加に伴い、当該の経済との結びつきを強めている。主要輸出品は、天然ゴム、コプラ、カカオ、ニラム油、コーヒー、長寿など、 島内消費用には水筒、オカボ、キャッサバ、バナナなどを栽培している。文献にニアス島について記載が初めて現れるのは815年のアラビア語文献であると言われている。その後、1193年エドリ氏による民族史的な記述がある。17世紀に入るとスマトラ島からイスラム教が伝えられ、改修が行われた。 17から18世紀頃、オランダ植民地や伝道師たちによって、ニアスの事情が植民地本国に伝えられるようになる。19世紀後半に、不況の始まったプロテスタントは、ニアス語聖書の作成などの成果を上げながら、1910から40年までに、プロテスタントへの入信が急速に拡大した。ニアス島の民族学研究は、1917年は、シュローダーによって、 初めて体系的な資料集が行われ、その時に集められた資料は、オランダのライデン国立民族学博物館に収蔵されている。第二次世界大戦末期には、スマトラ島から撤退してきた日本軍が一時立てこもった。島のグヌンシトリ北部に残酷跡、港のコンクリート構築物などの施設が残っており、南部にも残酷跡が残る。スハルト政権後、 地方文献化法の施行により、県の権限が増大されると、各地で県の増設が行われたが、ニアス島でも2003年に、北南部の2県に行政区分が行われた。さらに、制限を受けていたローカル NGO の活動も行われるようになった。近年は、ニアス島は災害に悩まされてきた。2001年、過剰な森林開発が原因と見られる洪水、 地滑りにより多数の死者が出る被害があり、2004年12月26日には、スマトラ沖地震、2005年3月28日のニアス島近海での地震において、甚大な被害を受けた。ニアス島民大半は、キリスト教を信仰しており、村々には必ず教会がある。1832年、カトリック教会の宣教師が島で、キリスト教の布教を初めて開始したが、 ほどなくして宣教師が亡くなったため宣教活動は中断した。しかしその後、パダンでニアス人労働者に布教活動をしていたライン宣教師協会のデニンガー氏が島民の勧めに応じ1865年、グヌンシトリで布教を業界始した。1932年にはニアス島内で初のプロテスタント教会会議が開かれプロテスタント教会組織。 バルアニハケリソプロテスタントが設立された。以降、1940年には、神徒13万人に達した。現在まで、急速にプロテスタント信者を増やしていた。他方、カトリック教会は、第二次世界大戦以降に再び、グヌンシトリを中心にして再開し、南部への布教活動を行っている。17世紀頃から、ニアス島に伝えられ、 1673年に、グヌンシュトリに、初めて礼拝所が建設される。これが現在ある1907年建設のモスジット、イリール、メスジェットイリアの基礎になっている。北部には、ムスリムも多い。ニアス独自の宗教観も残している。ニアスの伝統的な宗教は、天神ロワランギの二神を中心に展開され、各地にバリエーションがある。また、 多くの神々が存在する。地震に関係する神としては、ロアランギの妻シレウェ・ナザラタがおり、地震は、彼女が世界の輪を蛇に変えたために起きるようになったとされる。かつてシレウェ・ナザラタを中心に、宗教集団が作られ、儀礼などが行われていた。1935年12月28日、バトゥ諸島テロ島を中心とする大地震が起きた際には、 人々は地下に住む蛇神ラトーレガノを意付して祈ったとの記録も残っている。ジャンピングストーン戦士のオドリニアス島の南部の丘陵地には高床式の木造住居群が散在している。村は王族の巨大な家屋を中心に木造家屋群が立ち並んでいる。一般的な家屋一軒を建てるのには30年以上必要であり、世代を超えて少しずつ作り上げ、 また修理して使っている。しかし近代化の波が押し寄せており、現在は家屋のやしぶきの屋根はトタン屋根に移りつつある。また伝統家屋は裏側にコンクリート製家屋を増築して使っている家もある。村内の路地は石畳であり、多く石造物が配置されている。伝統家屋群は一部は観光化されており、2メートルほどの 石の飛び箱を飛び越えるジャンピングストーンや選手の踊りなどを目玉にしている。ジャンピングストーンはセンドゥピアサツの図柄にも使用された。南部のソラケビーチはサーフィンで有名。かつてサーフィンの国際大会が行われた。オーストラリアを中心としたサーファーたちが訪れる。島内の料理は様々な海産物料理や豚料理が有名。ありがとうございます。